おはようございます。おはよう。今日も北海道でございます。北海道は、はい、エリムからですね、今札幌に向かって、はい、3時間以上かかるっていう。3時間かかります。はい、はいはい、今日は札幌でトークショーがあると。そう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 、はい、どうですか今日は。いやとりあえず回したからね。なんだどうですか。俺は今、はい、あの Facebook によく流れてくる、はい、このこれないこれなあ、めちゃくちゃ見ますペアーズ、ペアーズの、はい、もう僕ね、うん、ペアーズのその女性に会いたくなってますもん。あー、もうあまりにも出てくるから、むっちゃ流れてくるよな。でこれのさ、はい、ちょっとアップして申し訳ないけど、はいはいはい、このセーターはもう確信犯やもん。確信犯ですね。これ童貞を殺しに行ってる。そうです、殺しに行ってるセーターです。はい、これはなあ、ずるいなあ。ペアーズの人に会いたいわ。この人ピンポイントで会いたいですもん。タレントさんやんな。まあそうだと思うんですけどね。なんて人かな、うん、ペアーズの人。あ、そうか、検索したら出てくるのかな。絶対出てくる。そんな、もうね、そういうのあるんすよね。オセダマユさん、オセダマユ、オセダ、オセダマユさんなんですか。オセダマユさんです。うわ、名前わかった。オセダであってんのかな。あ、でもこういう人だね、オセダマユさん。もうこれ有名ですよね、もはやね。絶対そうだよね、すごいよね。多分顔の認知度高いですよ、絶対。いやでもな、これ分かった、オセダマユさん、はい、すごいお綺麗やし、はいはい、スタイルもいいし、なんかすごいですよね。魅力的な女性であることはそれは違いないんだけど、はい、今やっぱタレントって、今グラビアの写真とかバッて言ってたらね、はい、タレントってなった瞬間にグッとこう興味が落ちるね。あー、本当ですか。 Facebook で突然流れてくる、はい、なんていうさ、あの素人さんだと思って、はい、あの見る感じと、なるほど、グラビアアイドルだ、女優さんだっていう感じで見るって言うと、やっぱグッとハードル上がっちゃうからさ、はい、なるほどね。やっぱオセダマユさんはずっとフェイスブックで流れてくださる方が神格化されるよね。オセダか、オセダさんからしたら不本意でしょ、ね、いや素晴らしい方であるのは間違い、まあ、いや、それはオセダさんに限らずね。まあそうですね、全タレントさんに言えることかもしれないけど、確かにね、素人ですって言ってる方が、そうですね、やっぱそうですね、嬉しさ増しますね。そっちの方がいいね、うん、なんていうの、タレントさんも、うん、おのののかちゃんとかも、売り子、売り子、はいはい、でもまあ、タレントさんになっちゃったやんか、はいはい、あれやっぱ肩書き売り子のままの方が、なるほどね、今なお東京ドームでやってますの方がやっぱグッとテレビに出たとしても、そうそう、テレビに引っ張り出されてるんだけど、私素人なんでっていう。あ、でもそっちの方が確かにいいっすね。なるほど、そうしよう俺。あ、そうします、うん、素人になる。ついについに、いろいろ肩書きを点々としましたから。じゃあそっちから魅力振ったから、ね、素人になる。はい、ありがとうございます。